正式のの法,法等と情報についての第5回、テキスト0 6ページを開いてください。え式の展開において全て公式がうまく適用できるというわけでは決してありません。基本的に式の展開は分配法則に従ってせこせこと機械的にやるいうだけであります。公式がたまたま使える場合があるということですね。テキスト丸0 5ページの場合に言えば問いのを 20行目の問いであります例えば括弧コ2においてですねうまい公式がう,う,うまい公式が使えたわけですがしかし例えばこの最後のところの25というところのこあそうかえー、うまい公式が使えたわけですがしかし例えばこの最後のところ25えっと問題ねえー x-5 x-5、えー、x 5x 括括括弧弧弧かける、えーか x、以上プラス x プラス25ことのことの 25,、ねえー、この25のところ21ってなってるあるいは、えー、26となったりするとこれだけでも公式は使えなくなるわけですね。一般に公式が使えるとは限らないんですがうまい工夫をすることで少しでも計算が楽にすることができるという例があるということでありますね。 それをを学びましょう4行目の例題を見てください全体で A+B+C という3つのこう書いてある式のそれの事情をそれを展開すると右辺のようになるというんですねこの6行目の式は理論的にたかだか大切なものでありますので、えー、この形これ公式として覚えるということも悪くないということでありますが。 この公式を覚えていなくても自分で証明することができるということです。考え方が大事ですね。考え方、この考え方がこの数学の急所と言っていいでしょう。この B プ C を一つ、B プ C を一つのものと見るということですね。ほう、なるほど。一つのものとして見る。B プ C を。それはすでに私たちが、えー、学んできた、 ああところでも出てきているわけですがここでも B プラス C をう C を一つのものと知る B た C たす C をあこれ B たす C ね A プラス B じゃなくて B たす C ね B プラス C を一つのものと知るこの B プラスこの B プラス C を例えば一つのものとして見て、えー、例えばですね、えー、B プラス C ね 一つのものもとして見て例えば、えー、B プラス C を一つのものと見るこの B プラス C を例えば一つのものと見てここでは四角と置いてますが四角があるという表現ではなくて例えばラージ b 大文字の B だと思ってもらってもいいスモール A プラスラージ b の全体の事情こういう形になってるんだとそうすると それを展開してやると基本公式ですね基本の展開公式がなりまして7行目の一番右の A 次乗プ,プラス2倍の AA 次乗プラス 2A の LargeB プラス BLargeB の次乗とこの LargeB の,の括弧の括弧のことを LargeB のことを四角と書いてますがこの四角の相当するものこの LargeB と言ってもいいしそれが smallB プラス C b プ l ス c とおってもいいわけです。そう思って展開したのが9行目でありますね。与えられた式を a+, プ括弧開いて b+, プラ括弧閉じる、それの全体の事情と見ると、10行目のように展開できる。この9行目から10行目の展開、これがですね、慣れないときはどうして急にこうなるんだろう。これが難しいところです。ここは難しくも何でもない。 実は7行目に書いてある四角のところこ,こ,この四角のところに b と c が入ってるだけなんだということがさっと分かるようになるということが式の展開あるいは式についての取り扱いになれる第一歩でありますね。慣れてしまえば何でもないわけですが最初は難しい。そして10行目の形までくればこうもうここはすでに勉強した話ですね。えー 2A×B プラス C 閉じるこれはもう分配法則に従って 2ab プラス 2ac 同様に b プラス c の全体の二乗これは b 二乗プ,プラス bc プラス c の二乗、えー、11行目の式10行目から11行目はすでに勉強したことですこの問題で急所は、えー、9行目の変形そして、えー、9行目の10行目の変形ですこの考え方であります それを整理して12行目のようにし、えー、すると,これ,公式とするてこれは公式として覚えておけば13行目の問いこの公式,を公式を使うことによって計算できるということになりますが皆さんにはぜひこの7行目8行目の考え方に沿ってですねつまり B プラス C を置き換えるということだね、えー、四角なりラージ B にね。 でそして、えーえー、3つの項があったのが2つの項 A とプラス B という2つの項になってそれを、えー、全体の2乗でやるっていう従来通りの公式通りのやり方があ,あるということだね。等をマスターしていただきたいと思います。例えば括弧1番に関しては B プラス2を1つ,のも1つのものと見るというものの考え方であるとか、A、あるいは,ペ、えーあるいはえー、A プラスの B を1つのものとして考える。えー という考え方一つのものとして見る、えー、こういう考え方があいろんな考え方がある同じ結果があ得られるはずでありますので、ね、公式に従って計算するという方法も大事ですがそのように、えー、一つのものと見るということによって実は普通の2次式の展開公式にすぎないというふうに理解することもとても大切です。 えー、16行目以降の例題ですねこれも展開をし,しなさいというわけですから機械的にワサワサワサわさわさわさとやればいつかはできるわけですでしかしながら世の中にはうまい話があるというわけではないので,ですがうま上手い話があることもあるということですね18行目考え方 x-y を1つのものと見るこうするとこの17行目 当たられた展開すべき式というのは x マイナス y というのを例えばラージ a とラージ a とたとえて置いておい,いて見れば定解式する式はラージ a プラス z かけるラージ a マイナス z つまりワトサの、えー、式式ワトサの式との公式の形になっているんですねつまりわざわざ、えー えー、つまり和と差の積の公式になっているわけですね。でいちいちラージ g a というふうに書き直さないとで19行目のように括弧だけで x-y 括弧コ x-y と書くだけで、えー、その考え方が頭の中にいしっかりと 進行しているとととうここが大切なことでありますで19行目のように理解するならば20行目のように x-y の全体の事情 -z の事情で20行,20行目から21行目はこれは x-y の事情の展開公式,開公式に過ぎませんから何でもないわけですねこの18行目の x-y を1つのものと見るという考え方がとても大切です22行目以降の問いでですか1番においては A 事乗プラス A を1つのものと見るということが大切です。大切ですね。えー、2番の24行目の問題では2 x ス3を、えー、1つのものとして見るこれが大切ですね。 してみるえここでの最大のポイントはえ式を構成する複雑な部分それを一つのものと見るという見方をすることによって単純なあ式の展開という,ふうに見出すことととがでできるということですこすのようなものの見方ちょっと変えることによって計算の負担を減らす数学の楽しみの一つでもあります。素晴らしい